どうも、バーンです。えー、本日2024年1月8日、時刻は5時、えー、夕方5時を回ったところです。えー、みんなで作ると、民族党の方からですね、このようなアナウンスがありました。えー、政治資金規制法における政治団体の代表者等の監督責任の強化を求める要望書。 ということですね。えー、この内容なんですけれども、民族党の、えー、公式 X の方から、あとそれから、えー、公式 YouTube の方からね、えー、発表がありましたね。今回はこの内容について解説していきます。えー、ですね、まあ、ざっくりあのー、内容を説明するとですね、昨今、えー、政治資金、 の規制の強化が求められているというふうに言われてますよね。それは取りも直さず自民党のパーティー権問題であったり、裏金疑惑であったりといったところに規制をかけるべきではないかというようなね、ところで話がね、結構盛り上がっているところです。で、なおかつですね、タイムリーなことに、新年明けての NHK の党首討論、 でもですね、えー、民族党の党首の大津彩香さんの方からですね、今後、民族党の方としては、えー、政治資金規制法の見直しであったり、規制強化を呼びかけていくと。ただし、うちの党は非常に小さい党なんで、国会での働きかけというよりかは、国会外での活動も視野に入れるか、なんかそういうようなね、活動をしていくというようなね、え、ことを表明されました。まあ、それの一環だな、と言ったところですね。 で、内容そのものについてはですね、本動画の動画説明欄の方にもリンク貼っておきますけれども、ざっくり説明するとですね、えー、ほにゃららほにゃらら25条なんじゃらこうというところにですね、えー、選任およ及び監督責任を政治資金規正法ですね、に求めると、えー、言ったところなんですけども、これはですね、まあ、国会議員であったり、議員がですね、 その会計責任者であったり、秘書であったり、えー、そういう人をですね、えー、専任及び監督、つまり、専任でなおかつ監督したことに対して、責任を問われることはあるんだけれども、両方責任がないとですね、えー、責任は問えないという非常にね、ハードルの高い、えー、検察としては非常にハードルの高いね、えー、そういうような条文になってるんですね。もっと詳しく説明するとですね、例えばですけれども、 ま、政治資金規制法に違反した議員の秘書さんがいたとしましょうか。で、その秘書さんが会計をやっていたと。で、えー、その秘書はですね、政治家のね、議員さんが選任するわけですね。で、えー、まあ普段からね、その不正な会計をしていないかなっていうね、監督はする必要あるんだけれども、例えばですけれども、まあ議員さんは忙しいですから、この人だったらいけるだろうと。選任に落ち度がなかったと。 ところがですね、まあ、監督不行き届きで、まあ、秘書が、この政治資金規制法違反をやらかしてしまった、と言った時にはですね、専任はもうしっかりしたんだから、議員には責任を及ばないっていうことがね、言えてしまうんですよ。政治家、先生にとったらめちゃくちゃ美味しい、そしてずるい、そういう条文になってるんですね。で、これをですね、選任、または監督というふうに、ここだけ、 おびをですね、また和に変えるだけ。こうすることによってですね、政治資金規制法が非常にクリーンなね、法令になるというふうに民族党の方が主張しているわけですよ。どういうことかって言ったらですね、えー、政治家先生が秘書、会計の担当の秘書の人にですね、ま、選任をしたと。で、この人だったら OK だろうというようなところで選任をしたと。で、ところがですね、監督不行き届きで秘書の人がね、 会計をね、えー、まあミステイクか、わざとか、ちょっと、さておき、政治資金規制法に違反してしまったと。言ったときに、監督不行き届きであったとしても、議員の先生に責任が及ぶというふうにすべきだというふうにおっしゃってるわけですね。これは取りも直さずですね、議員の先生がですね、トカゲの尻尾切りと呼ばれるようなね、やり方で、えー、秘書の罪になすりつけて、で、自分はですね、 ま、能々と暮らすというようなことをね、防止することができるというふうに民く党の方は主張されているわけなんですね。まあ、要するにですね、えー、今まで、千人、まあ、こちらをしっかりやっとけばいいだろうというのが今までの抜け道だったわけですよ。で、えー、今回ね、えー、ま、監督、要するに監督をね、しっかりしろということなんですね。だから監督、こちらが本命なんですよね。でね、 もうちょっとね、ディープに解説いたしますと、この千人だけを取って、アウト <laughs> つまり、罪に問うぞというようなことはね、まあ、ほぼほぼないんじゃないかな、というふうに思います。あるとしたらですね、例えば、えー、もう反社会勢力に登録されているような人を、まあ、任命したとか言ったら、 それはもうさすがに千人に歌詞があるというふうに言うべきですけど、そうでもない限り、まあ、こっちでしょっぴかれることは、ま、ほぼほぼないというふうに思っておいた方がいいと思います。まあ、要するにこっちです。こっちが本命です。も、ま、う、あ、ここはね、あの、誤解のないように、あのね、えー、もうここでね、なんかあの、突っ込むとか言うんじゃなくて、こっちなんですよ。もう、ほんまに。ということです。ということはですね、 千人も監督も両方アウトでないと、議員をしょっぴきなんて、こんなんね、しょっぴけるわけがないんですよ。前例なしです。千人、つまり反射に登録されているような人が、ええー、まあ、会計、えー、秘書をやっておられて、なおかつ、ええー、まあ、監督ですね、えー、議員先生に置かれては、えー、監督付行き届きで、まあ、えー、秘書が、 呃、うん、ろくでもない政治資金規制法に不定職するような会計をしたというような、両方揃うなんてことは、もうほぼほぼないと。<laughs> ありえねえだろっていうぐらい厳しい、そういうような、まあ、追求するには厳しい、検察にとっては厳しいね、条文になっていると。よう、こんな法令、作ったな、作ったやつ。まあ、あの、議員が作った、 とはいえですね。まあ、要するに、えー、お抱え委員みたいな人がね、議員の、まあ、あの、手下のような委員会の人が、まあ、作ったんだと思いますよ。これ、ひどすぎます。ということです。はい、すみません。ちょっとヒートアップしてしまいましたけども、もうちょっとね、実情の話を言いますとですね、国会議員先生の秘書さんっていうのはですね、 ええー、まあ、実際のところね、国会議員とまではいかなくてもですね、そのね、7割ぐらいの強い権力をね、持っているっていう印象が僕にはあります。実際、国会議員先生、そして国会議員先生の秘書と何度かね、意見のキャッチボールとかもさせてもらったことがあるんですけども、国会議員先生の秘書さんがね、来たらですね、なんかね、役所の人、 ちょっとやっぱりビビりますね、やっぱりね。もうちょっと、あのー、具体的な話しましょうか。えーね、バン TV、そして国会議員の秘書、そして、えー、お役所の人ですね。要するに行政の人。でね、えー、要するに、まあ、ミーティングのようなことをしたことがあったんですけども、国会議員の秘書さん。もうなんかね、ぶっちゃけ言いますと、役員の人に対して上から目線でした。 そのくらい、やっぱりね、国会議員の秘書っていうのは、ある程度の強い、まあ、権限といいますかですね、立場にあられるっていうのは、まあ、確かは確かなんですよ。なので、秘書が暴走しないようにするっていうのはね、まあ、結構難しいことなのかもしれない。じゃあ、そういうところはあります。とはいえですね、やっぱり議員先生におかれましては、秘書っていうのはやっぱり自分の右腕というふうに、 位置づけるようなものでしょうから、それがですね、あの暴走しないようにするっていうのは当然常にね、えー、常に監督責任が求められているというふうにね、しておくのはもう当然だというふうに思いますよ。そして、ちょっと話戻りますけど、先人の話に戻りますけども、これね、やっぱり人のね、人格に関わることなんですよ。でね、例えばですけども、 国会議員先生が、バンテビーを秘書にするのか、それとも、サーファー隆史を秘書にするのか、その程度の違いであればですね、そんなんね、定量的な尺度でね、判断なんかできないんですよ。できるとしたら、例えば外国籍であったりとかね、なんか、明らかに、もうあのー、名目上、書類上で違うと、 いうようなことでもない限り、そんな人格の否定になるんで、仙人で歌詞があるなんていうのはよっぽどのことがない限り追求できないということなんですよ。そこをいいことにですね、トカゲの尻尾切りが今まで横行しているという実態があるわけです。だから、えー、まあ、もちろん仙人も監督も両方責任を持つ必要はあるんですけども、まあどっちか言ったらね、 え、政治家先生におきましてはですね、監督不行き届きがあったらですね、もう、やっぱりそれは政治家先生の責任であるというふうにすべきであると。これもほんま当たり前な話ですけれども、まあ、その当たり前のことがね、条文の方でできてないんで、まあ、こうするべきだというふうに民く党は主張しているということですね。バーン TV の意見としても、これは最もだというふうに思います。 まあ、要するに、常に監督責任が議員。そしてですね、まあ、議員だけじゃなくて、例えば大津彩香さんのようなね、議員じゃないけれども、党首だというような人にもね、監督責任が求められるということになってくるわけですね。で、もう一点、えー、民族党の方から、えー、要望書の方で、罰則強化という、まあ、あの、ところも求めておられるんですけども、まあ、本命はやっぱりこっちでしょうね。えー、監督の徹底を求めると。 いうような、う、え、ん、ー、ところで、まあ、法改正が必要なんじゃないかなという意見ですね。要望ですね。でね、これが、まあ、あの、バンティービーなりの解説なんですけども、もうちょっとここから分析します。実はですね、この内容、この要望の内容はですね、2012年に、ちょっとバンティービーこれ調べました。2012年に、 公明党の方が民主党政権に要望をしてですね、えー、この要望は国家微塵にもうあの、まあ、ほぼほぼ門前払いのような感じで却下されています。えー、っとね、概要欄にリンクを貼っておきます。そのね、当時の記事。で、えー、っとね、もうちょっと詳しく調べたらですね、どういう経緯か っていうところもちょっと調べたんですけども、えー、一部報道にはですね、まあ、公明党は賛成、もちろん賛成したんだけども、他の政党によって棄却されたというようなね、報道もありました。で、えー、なので、まあ、焼き直しっちゃ焼き直しなんですよ。ただですね、えーまあ、公明党って言ったらですね、まあ、大政党ですね、まあ言うたら。なんで、口頭向けなことをね、まあ、公明党が言うわけもなくですね、まあ ある程度ね、何アホなこと言ってんねん、身につくと、というような内容のものではないということも言えるんですよね。で、えー、この要望書の中にはですね、えー、こんなふうにもあるんですよ。専人か監督のいずれかに関して適切な注意を怠った場合に刑罰を科すように法改正を行うことが求められます。 なんかね、結構言い切ってるんですよ。求められますって。求められてきてますとかね、なんかそういう言い回しじゃなくて、なんかね、割とこれが当たり前だみたいなね、言い方してるんで、あ、これはなんか過去にそういうような、えー、動きがあったんかなと思ってね、調べたっていうところもあるんですね。と思ったとこやっぱりドンピシャでね、えー、まあ、10年以上前に、まあ、公明党のような大政党が同じようなことを言っていたというね、ことが見つかりました。でね、 普通ですね、議会の決定の重みっていうのは、半端ないぐらい強いんですよ。一遍議会で決まったことは、てこでも動かないんです。だってそうですよね。一遍決めたことがひっくり返ってしまったら、そもそも議会制民主主義は成り立たないんです。成り立たないんでね、えー。もうね、11年前に、まあ、こういう法令の改正はしないっていうふうにね、 ま、当時の政権が決めたわけですね。なので、まああ、よっぽどのことがない限り、ひっくり返らないっちゃあひっくり返らないんですけれども、一つ、二つ、三つぐらいね、この要望は、まっとうであるというね、根拠が出てきてます。どういうことか。まず、当時、却下された時の政権とは、現政権が違うっていうこと、一つ目ね。あと、それから、大分ね、 まあ、この2012年から11年経ってるということで、社会情勢であったり、その他の選挙制度であったり、政治資金規制法であったり、その他関連の法令もね、だいぶ変わってきていると言ったところが一つ。あともう一つ、まさに今、自民党を中心に取り巻く政治と金の問題が渦巻いているという三つのね、追い風があるんで、まあ、一変 議会で却下されたことだけれども、もう一回、これをね、言って。で、まあそれがね、通る可能性はあるとは思うんですけども、ここでね、民族党の大きな弱みが出てくるんですよ。もう、ここまで言ったらわかりますよね。本来、政党というのは、議員を通じて、そして立法府に議案を提出し、 そして審議する。これが当たり前のことなんですよ。ところがですね、民族党は国会議員を2名も有しているのに、この民族党の役員の方が、いきなり省庁の方、まあ具体的には総務省の方なんですけども、えー、まあ監督省庁ではあるんですけどもね、その総務省の方に要望書を提出したということなんですね。なので、 ま、そんなことを、まあ、総務省の表としてみたらですね、そんなことを言うんだったら、国会議員、通せよで。もう、これは、おそらく、うん、ま、ソウルで終わるんじゃないかなっていうふうな、バン TV の読みもあるんですけども、内容的にはね、やっぱりね、これはね、そうするべきだというふうに思います。なので、現状、えー、民族党に所属の国会議員2名の方がですね、えー、民族党の現役員、 とうまく連携が取れていないというところにまあ、大きな問題があるんでまあ、こういうことになってしまってるわけですけれども本来であれば民族党に所属の国会議員がこれを持っていくべきなんですよねあそしてですねもう一つ加えて言うならばですね2014年にもですね産経新聞の方の記事でですね、えー、神戸の神戸なんだったかな、えー、神戸学院大法科大学院 というね、法科大学院の方の、えー、教授の上明さんっていう方がですね、えー、この問題を指摘されてます、えー。わずか2年後ですよね。なので、えー、やっぱりこれは必要なことではないかっていうふうにね、えー、有識者の方がこういうふうに、えー、この点をね、重々述べられているって記事があります。それもね、ちょっと動画説明欄の方にリンクを 貼っておきます。ちなみにこの植脇さんという方はですね、えー、政治資金問題を研究する、まあ要するに専門家の方ですね。はい。そしてもう一つね、えー、これはバン TV なりの分析なんですけれども、つい先日の NHK での投資討論、日曜討論でですね、大津彩香三津区党、党首がですね、政治と金の問題について国会外でも 問題を追求していくっていうふうにね、そういうふうに発言されたらしいですね。で、そのことを聞いたときに僕はですね、このことをまず思い浮かべるんではなくて、ちゅうか、この記事はまだ出てなかったんで思い浮かぶすべもないんですけれども、 その発言を聞いたときにですね、僕自身は、旧 NHK 党の役員、つまり立花さん陣営ですね、の方々に対して、政治と関連の問題を、ね、追求していくことを今やっておられるわけですから、大津彩香投手は。で、そのことについて、遠回しに言及されたんだな、というふうに思ったんですけども、まあ、どっちか言うたら、こっちだったんでしょうね。<laughs> はい。まあ、もちろん両方かもしれないですけれども、と。 言ったところです。はい。そして最後にちょっとこれは打測なんですけれども、えーね、この、民族党の方の要望書の内容のですね、えー、民族党の役員の明戸亮太氏がですね、動画で解説されています。 でね、この動画なんですけれども、まあ、あの、この、明戸良太氏、あんまりこう、表には今まで出てこられてなかったわけなんですけれども、えー、ね、さすがにやっぱり今まで、えー、議員経験が豊富に終わりということもあってですね、内容をですね、きっちりと伝えるようなね、そういう非常に聡明な方だというふうに、僕の印象ですけれども、そういうふうに思いました。ところがですね、ちょっと YouTuber 的に言うとですね、 3つほど惜しいところがあるんですよまず、マイクを使いましょうということですね,、えー、とね。部屋の音が反響して音が聞きにくいです。おそらくビデオカメラのマイクを使っておられるんだと思うんですけれども、こういうね、えー、ちゃんとしたマイクではなしに、あとそれから、えー、もうちょっと安い方法があるんですよ。こんないいマイク使わなくても。ピンマイクをね。 使えばいいだけの話なんですけどねピンマイクであればね、数百円で売ってますんでまあ、そういうようなやり方をね、した方が明瞭な音声でお届けできますよこれはちょっと改善した方がいいという風に思いますあともう一つ BGM いらないです、えー、正確なね、言葉のニュアンスであったり内容を伝えるのに阻害する以外にもう何もでもないという風うに思います あとね、ちょっとね、もうすごく気になったことがあって、途中でね、なんかね、カラスかななんかね、カー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 っていう音がね、聞こえるんですよ。でね、これが BGM の一部なのか、それとも本当に、えー、その近所にカラスがいているのかっていうのをですね、それがずっと気になって、いや、これは BGM の一部かないや、えー、カラスが鳴いてるのかな窓の外なのかなそればっかり気になって、ね、 すいません。しょうもないことでしたけれども、ちょっとね、えー、まあ、そういう、ちょっと YouTuber 目線でのね、えー、意見をさせていただこうというふうに思いました次第です。はい、本日以上です。ではでは。